こんにちは、三好 YouTube チャンネルです。今日は夏出荷におすすめの草花品目をピックアップして紹介したいと思います。気軽に挑戦できて栽培しやすい品目を中心に紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。キラーフラワーとして需要の高い品目です。お供え花としてよく見るブラシタイプのスターチスよりも華奢で扱いがしやすいです。最初に中大してきた芽をピンチして空き芽を吹かせるので、株間と序間は広めに40センチほど取って1から2畳上にしてください。開花には低温遭遇が必要なので夏出荷は高冷地向きです。三好取扱いのニューハイブリッドスターチスの中だと、低温要求量の少ないブリスホワイトが作りやすくておすすめですよ。100日草という名前が一般的ですね。丈夫な品目なので露地でも作ることができますよ。三好取扱い品種だと八重率が高く生産性の良いキャンディーポップシリーズが一押しです。長花をピンチして枝切り出荷するのがおすすめです。ピンチすると結構株張りするので、株間と上間は25から30センチほど取り2畳植えするのがスタンダードです。咲く型は表の通りです。はしごは1週間くらいで芽が見えてきます。本葉が4枚程度展開したところで本舗に定植してください。花首が硬くなったら採花 OK の合図になります。吸肥力が強いので乾水や施肥が控えめでも OK な省力品目の代表格です。お供え花のイメージが強いかもしれませんが、色目がポップでカラフルなので直売出しにもおすすめですよ。株間と序間はこのくらい、定植密度は坪あたり150株程度が目安です。あまり広く取ると肥大しすぎてしまうので密植気味でも大丈夫です。播種してからだいたい90から100日くらいが採花までの目安です。種が小さく扱いが難しいという方もいるかもしれません。三好ではそんなご要望にお応えして系統プラグ苗の苗立ても承っていますよ。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。小さく可愛らしい花が咲くマトリカリアはホームユースにもアレンジにも使いやすく有効の兆しを見せています。三好では一重品種も八重品種も取り揃えていますよ。マトリはピンチ栽培が基本になりますが、一本切りも可能です。それぞれの場合で株間と序間はこのくらい、ピンチは定植後草丈が5から7センチほどになったら脇芽を5から8本程度残すようにして行ってください。4から6月にハウス定植すれば7、8月に出荷が見込めますよ。注意点としては肌質により花粉で肌がかぶれてしまうことがあります。肌の弱い方は首にタオルを巻いたり手袋をするなど対策を忘れないでくださいね。以上、夏出荷向き品目の紹介でした。気になる品目はありましたか？質問やご意見などありましたらぜひコメントしてくださいね。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。